遠藤航さん、決勝翌日の練習に松葉杖なしで姿を現す。リバプール公式がアップした動画で、普通に松葉杖なしで階段を登って練習場へ向かう姿が映し出された。もう回復してる。やっぱマシンじゃねえか。FA もよろしくお願いします。怪我しないで。遠藤バケモンすぎる。バグじゃん。渡る松葉杖なし。よかったな、一安心。てか回復力やばすぎやろ、わら。遠藤によって、日本人イコール怪我しないって、リプで言われてる、わら。現代の侍ってくさ。遠藤が無事でよかった。ただ次の試合は休ませてあげて。渡るは最強、おー、ミセス風。普通に水曜フルで出されそうだし、この人ならプレイしそうだわ。セインツ戦だけは休ませてあげてくれ。重傷ではなかったようでよかったよかった。とりあえずその怪我体制少し分けてほしい。